はい、ということで、じゃあ早速次は、作者さんがドローンレースをするドローンレース道に入ったあのきっかけですかね。どんな風に入っていたのかっていうのをちょっとお聞きしたいんですけど、どんな感じで入ったんですかね。きっかけはアメリカのさっき言ったドローンレースリーグの YouTube 映像を見て、はいはいはい、まあ LED ピッカピカのコースを飛んでるやつを見て、はい、はいはいはい、これ俺やりたいやつやなと思って調べ始めたのがきっかけですね。はい、ああ、それすごいですよね。いや、とても失礼ながらあまりこう、あまりこうテンションを上げるタイプじゃないじゃないですか、その遊びとかにこう、うんうん、それ結構おこれはって思ってますね。そう、昔からまあレースゲーム好きやったっていうのはあるかもしれないです、ね。ああ、そうなんですね、なるほどね、うん、はいはいはい。あと特にそのワイプアウトっていう有名なレースゲームがあるんですけど、うん、はい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 、近未来的な、はい、デザイナーズリパブリックが全部アートディレクションしてた、すごいかっこいいレースゲームがあるんですけど、はい、それ好きやったんですよね。はいはいはい。で、その雰囲気に近いことがリアルにされてるっていうことに、うんうん、衝撃を覚えた感じ。なるほど、なるほど、なるほど。それでもう、これはと思って調べ始めたと。うん、それがあれですか、さっきの僕が間違えた洞窟のやつですか。それもまた違います。あ、また違うんだ。僕なんか洞窟のやつがすごい、作者さんが、そう、洞窟のやつを見てるのを見たことがあったんで、ね、熱心に見てるなっていうのを見たことあったんで、はい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 、結構印象に残ってるんですけど。あ、そうなんですか、ね。あれはまた違う、ドローンチャンピオンズリーグってやつなんですけど。あ、それは別なんですね。うん、はいはいはい。一番最初はね、でもね、そのでかいやつじゃなくて、すごいちっちゃいやつなんですよ。タイニーフープって呼ばれる、はい、10センチぐらいのちっちゃいドローンがあるんですけど、はい、それにカメラ乗せて、道具で見て飛ばす、はいはい、家の中を飛ばしまくるっていう映像がまたあって、ああ、はい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 。それはそれでね、うん、サイズは小さいながらも、その、はい、レースやってる感はすごくあって、面白そうやなと思って、そこから入りましたね。おお、なるほど。で、そんでも調べて、ドローン買ってみたってことですかね、そこから。そうですね。それは、そこから今、プロチームに至るまでっていうのが、なんかこう、なんですか、なんかその、少年ジャンプ的な、ストーリーとかがあるんですか、そこは。少年ジャンプ的なストーリーですか。やっぱその DRL とか、さっきでドローンチャンピオンズリーグみたいなやつに、出たいな、はい、そういうコースを飛ばしたいなっていうのは、ずっとあったんやけど、うんうん、はい、そこにたどり着くためには、はい、多分、はい、むっちゃ上手くならなあかんのやろうな、限られた選手しか出れへんものやろうなっていうところがあったんで、はい、とりあえず日本で、はい、そこそこ上手くなっとかんとあかんのやろうなと思って、ジャパンドローンリーグっていうところに参戦するわけですね。はあ、はい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 。それはなんか普通に自分で申し込めば参戦できるような。そうそう、申し込めばよくて。はいはいはい。そうそうそう。なるほど。そこから、そうですね、修行ですね。すごいですよね。そうなんです。作者さんは、ベースドラムのその、オフィスフロアに、の一角に、こう、作業したドローンスペースがあって、週末が近づくとそこに現れたりとか、はい、あと、修行前の朝の時間とかにいたりとかしますけども、うん、そうですね。はい。なんかそういうね、地道にそういうので、こう、ドローンいじりつつ、あと週末は外に練習に出かけてますよね。そうですね。ここのとこずっと行ってないですけど。この辺はそうです。このとこはそうですよね。はい。自粛してますけど、はい、そうですね。ずっと土日じゃないな。まあ週1回ぐらいは飛ばしに行くみたいな生活をずっとしてますね。はい、でそれはでもなんかそのさっき言ってた法律の問題とかで飛ばす制限とかがあるって言ってたじゃないですか。そうですね。それでも飛ばせるとこがあるんですね。その、練習場。もちろん、ちゃんと許可を、はい、取れば飛ばせるんで、うんうん、まあ、限定されてはいますけど、場所的には、はい、人が密集してるところとかでは飛ばせないんで、ああ、うんうん、はいはい、まあ、どの場所、うん、そうですね、1時間ぐらい車で、はい、出かける感じですね。ああ、
結構なんかそのスポットみたいなのがあるんですね、みんなが集まるみたいな。そうですね、いくつかそういう場所がありますね。ああ。専用の練習場とかも最近はできてたりとか。あ、そうなんですね。なんかサバゲーフィールドみたいな感じ、ね、うん、みたいな。そう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 。はいはいはい。ああ、なるほど。それ結構、で、今、あのドローン仲間みたいなのがいっぱい増えてると思うんですけど、なんかそれはそういうとこで知り合ったりとかしてるんですかね。そうですね。まあ、基本的にはあのレース会場で知り合うことが多いですけどね。あ、はいはい。そこにみんな集まってくるんで。はい。それで、熊の人だってなると。そうですね。なるほど、なるほど。で、今の、それで言って、今のチーム、名前なんだ、ライデンレーシング。ライデンレーシングは、あれは、なんですか、スカウトがあったんですかっていうことなんですか。そうですね、きっかけはそうですね。はい、声かけてもらったのかな。はい、はい、はい。まあ、その当時からも、当時、ライデンレーシングっていうのはそのヨーロッパ中心にやってるドローンチャンピオンズリーグに出るためのチームとして存在してたんで。あ、そうなんですね。うん、はいはい、いいな、いいな、行きたいなって僕がボロって言ってたのを拾ってくれた感じですね。ドローン仲間の方が。うん、はいはいはい。まあ1年目はあの出れなかったんですけどね。あチームには入ってたけど。はい、1年目はあれでしたっけ、レーサーじゃなくて、あのバックグラウンドというか、う、はい、マネージャーとして行ってましたね。はいはい、なるほど、なるほど。それは結構どうだったんですか、あの悔しいとかあったんですか。いやー、まあそう、出たっていうのはもちろんそうですけど、うん、勝てないですからね、メンバーに。なるほど。それ結構あの練習をすることで、ちゃんと腕前は確実に上がってる、上がっていってるってことなんですかね、そうすると。もちろんそうっすよ。はい、ある程度までは、はい、はいはい。上がってますよ。なるほど。あれですもんね、なんかチャンピオンズリーグだったかで、結構いい成績を残してますもんね。いい成績を残してないですね。あれ、チャンピオンズリーグじゃなかったでしたっけ。はい、それはジャパンドローンリーグの2018年の年間ランキングの2位に残ったっていう記録があるんです。はい、はい、はい、なるほど、なるほど。それはでもいい記録ですよね。それはいい記録です。まあ、ちょっとポイントマジック的なところはあるんですけど。あ、年間のね、はい。そう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 。はいはいはい。まあでも下手くそではないっていうことですね。はい。よく練習映像をなんでしょう、ツイッターかな、ツイッターかなんかで練習映像とかよく、フェイスブックか、フェイスブックで、はい、練習してる映像を休みの日になると見ますね。ジャンプ的な、白雲社さんにしてはなんかすごい、あの努力勝利みたいな、ちょっと熱い感じの奇跡が見て取れる。普通にプログラムでも同じですけど。なんかこれね、やっぱイメージがちょっとね、あの普段のよりとちょっと違うんですね、やっぱね。はい、ありがとうございます。じゃあ次はちょっと、じゃあ作者さんのこのドローンレース道に入ってったのはあの分かったんですけど、なんかその中でこう、なんか僕もドローンレースとかはその作者さんがやってるのを見て時々こう動画を見たりとかするようになったんですけど、あのドローンレースとかドローンの魅力とか、なんかこうみんながこうドローン楽しむときの見どころみたいなのとか、なんかそういうのを次はちょっと聞けたらいいなと思っております。はい。はい。